こんにちは、バイリン奏者の牧野純也です日本とヨーロッパでモダンミュージック、コンテンポラリーミュージックの演奏を中心に音楽活動をしておりますこの動画シリーズでは20世紀の音楽史と題して1900年から2000年までの音楽史をいくつかの回に分けて解説しております第8回目となる今回は1960年から70年までを見ていきたいと思います これより前の時代の解説が見たい方は、概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらチェックをしてみてください。はいそれでは、1960年からの10年間を具体的に見ていきましょう。1960年から1970年、世界ではこのような出来事が起こりました。こちらの年表をご覧ください。えー、ベルリンの壁構築、キューバ危機、そしてベトナム戦争など、 アメリカとソ連の争いが一層深まっていきますそして今でも続く人種差別問題キング牧師の暗殺という大きな事件が起こりましてこの時代でも戦争そして人種差別が深刻化していきましたキング牧師の死はアメリカ中を揺るがし当時アメリカの大学で作曲を教えていたイタリア出身の作曲家ルチアーノ・ベリオは彼の代表作「シンフォニア」の第2部に キング氏に対する哀悼の意を込めてオーキングという題名をつけましたキング氏の名前マーティン・ルーサー・キングという言葉が歌詞としていろいろな形で歌われその巧みな使われ方によって異様な効果を上げることに成功しております人々が尊敬していた偉人の名前の反復による心理的効果これはこの時代の二十世紀の成果なのではないか そのように感じさせますこの曲はコラージュといいいう手法が用いられていますコラージュとはもともとは美術用語でキャンパスに新聞紙や布を貼り付ける絵画の手法を指していましたが音楽の分野にも引用されるようになりました、えー、こちらのような、えー、アートのような音楽ですシンフォニアを例に挙げるとバッハベートーヴェン ブラームス、ドビュッシーなど過去のさまざまな作曲家の作品を引用しています概要欄に曲のリンクを貼っておきますので特に第第部、部そししてててをチェックしてみてください。このコラージュ技法は他の作曲家も使用しましまた。例えばドイツの異端作曲家ベルント・アロイス・チンマーマンも「指王の晩餐の音楽」 そして、ある若き詩人のためのレクイエムなどでこの手法を引用しています。この引用、コラージュの技法はポストモダンの音楽の一つです。ポストモダンの音楽とは、モダンの後の音楽という意味です。無調の音楽が始まった1900年初頭からこの1960年代まで、ヨーロッパの前衛音楽家たちは、 様々な新しい音楽を追い求めてひたすら前進していきましたその行き着いたところが今まで300年余り続いていた調整音楽の破壊音楽の定義の根本からの見直し前回紹介したトータルセリエリズムでしたトータルセリエリズムが旺盛の頃第6話目の動画で紹介しましたがケイが偶然性不確定性の音楽を紹介し ヨーロッパに衝撃をもたたらしましま作曲家の在り方自体をも覆すその思想にブーレーズもシュトックハウゼンも新感とさせられたのですが彼らはケージのように全てを偶然性に任せてしまうのは作曲家の怠惰であると非難してアレアトリー日本語で管理された偶然性による作品を考案しました。全体としては作曲家がコントロールするものの 小さい部分の構成もしくは大きい部分の構成のいずれかを偶然に委ねたのです偶然性の柔軟さを吸収しながらも作曲家の権利を譲らないヨーロッパ人らしい解決策だと思いますブーレーズのピアノソナタ第3番やストックハウゼンのピアノ曲11番がその良い例です、えー、その後クラスターという技法を使った曲が発表されました クラスターとは音の塊のことで有名な曲がポーランドの作曲家クシシュトフ・ペンデレツキの作曲した広島の犠牲者に捧げる愛歌そしてスタンリー・キューブリック監督作の2001年宇宙の旅や「シャイニング」などに音楽が使用されたことでもよく知られているジジョル・ルュ・リゲティのアトモスフェールです。なかなかの衝撃的な音楽なので概要欄のリンクから是非聴いてみてください。 そして、トータルセリリ,ーリズム、アレアトリクラスターを経験した後、ヨーロッパの前衛音楽業界は、ついに新しい手法を生み出す動きが停滞してしまったのです。そこで台頭してきたのが、アメリカの前衛音楽家たちです。アメリカでは、ジョン・ケージを中心に、1950年代から実験主義音楽の活動が盛んに行われていました。1961年には、フルクサス、 という全英芸術団体が発足されまして既成の芸術概念にとらわれない新たな活動の母体となりましたそこでは集団即興演奏奏や直感による瞑想音楽を奏でていましたそのフルクサスのメンバーだったラ・モンテヤングたちが新たな音楽ミニマル・ミュージックというものを生み出しましたこのミニマル・ミュージックの特徴は「 小さなモチーフを繰り返すというものです反復音楽と呼ばれることもあります単純なモチーフを反復するこのジャンルはオープンリールなどの磁気テープと相性が良く初期の頃はテープループによる作品が多く作られましたこのようなエレクトリックな楽器も多く取り入れられ現在ではクラブ系のループ音楽によって大衆にも広く支持されています はっきりとした調整のある曲が多いのも特徴で、現代音楽特有の難解さとは、かけ離れた印象を持たれる方も多いのではないでしょうか。これは基本的に西洋の前衛音楽に対するアンチテーゼがルーツになっていると捉えられており、このジャンルを作った中心人物で、インドやアフリカなどの偏境を訪れ、インスピレーションを受けたテリー・ライリー、 フィリップ・グラス、そしてスティーブ・ライヒラの音楽的思想が体現されています。代表的な曲がライリーのインシーやライヒのピアノフェーズ、バイオリンフェーズです。これらの初期のミニマルミュージックでは、作曲家が音形をずらしていくプロセスを作り、そこからその都度どんな音の響きが生まれてくるのか、 えー、オーディエンスはそれを聞き取ることを楽しみとしていましたヨーロッパが行き詰まりを見せていた中アメリカの前衛音楽家たちの活躍が著しく目立ってきた1960年代次はその頃のソ連そして日本の状況はどうだったかを見ていきたいと思います。1950年代後半にに雪解けになっったたソ連でではそれまで知ることのの困難だった西洋前衛音楽 芸術の情報が一気に流れ込んできて若い作曲家たちはそれらを貪欲に吸収しながら独特の作風を編み出すことになりますいわゆる多様式主義の音楽でセリ音楽やクラスター中世ルネッサンスの音楽様式が並存しているような歴史の序列を度外視した音の世界が出来上がりましたジャズの即興演奏を取り込み古典派や ロマン主義の様式と現代的な響きを掛け合わせたシュニトケの交響曲第1番が良い例です。日本ではヨーロッパの前衛音楽に加えて、アメリカの実験、主義的音楽がジョンケージの弟子で、現在の日本音楽界の巨匠市柳敏によって紹介されました。これにより日本でも実験主義的な動向が活発になります。そして、ヨーロッパの。 前衛音楽やアメリカの実験主義的音楽の作曲技法を通して個性的な作風の曲も現れてきます。その一番代表的な曲が戦後日本の代表的な作曲家である竹光徹さんの作曲「ビ i と「尺八」と「オーケストラ」のためのノベンバースステップスでしょう。トーンクラスターをはじめとした欧米の前衛音楽から得た手法と邦楽器の特性を絶妙にマリアージュさせた 名作となっています興味のある方は是非聞いてみてください。はい、ということで今回は以上ととなりままますすので、ま、とめをしていきます1960年代に入りヨーロッパの全英音楽がトータルセリリズムを境に少しずつ行き詰まりを見せ始めそれに代わってアメリカの全英音楽家たちが示す実験主義的音楽の活動が盛んに行われていたということ。 特にミニマルミュージックは全音楽方面だけに限らず大衆的なポップミュージックなど幅広く影響を及ぼしたことソ連は若い作曲家たちがヨーロッパの全音楽の手法を積極的に取り入れ多様式主義の音楽を作り始めたこと日本は西欧の全音楽家に加えてアメリカの実験主義的音楽の情報を燃えてタケミストールを はじめとした戦後を代表する作曲家が次々と独自のアイデンティティを持った作品を作り始めたということです。というわけで今回は以上となります次回は1970年から1980年についてお話をしていきたいと思います。それではまた